こんにちは、ミサトオストリッチファームです。この時期、直売所のお客様や SNS を見てくれている方から、ダチョウは寒さに強いんですか？とよく聞かれます。答えはイエスですが、正確には月齢によって異なります。今回の動画ではダチョウの成長ステージと温度についてお話しします。まずは2歳以上の大人のダチョウについてですが、とても寒さに耐性があります。冬の北海道などマイナス20度にもなる環境でも、特別な暖房設備を使わずに問題なく飼育できます。5ヶ月齢から2歳までのひな鳥も、ミサトオストリッチファームでは大人と同様に暖房を使わずに育てています。3から4ヶ月齢のひな鳥では屋外飼育ができるものの、真冬はヒーターでの加温が必要です。2ヶ月齢までのひなはひな舎での完全屋内飼育です。体が小さいうちは寒さに弱いため、常に25度前後に保ちます。2ヶ月を過ぎた頃から少しずつ外に慣らし、屋外飼育に切り替えています。このひなたちも外に出て2週間ほど経って慣れてきた様子です。それでは今回もこの辺で終わります。